こんにちは、シャイ、どうも、ヤマモモです。コストコの購入品、サカリです。コストコ行ったんほんまにいつぶりっていうぐらい久しぶり。ばあちゃん家に帰ってきておりまして、みんなでコストコに行こうということで行ってまいりました。そちらのね、購入品をドンとご紹介していきます。私が普段使ってるものや、お安くてお得な商品やったり、あとは気になるものたちをね、買ってきましたので、お買い物の参考にしていただけたらと思います。それではやっていきましょう。これから行きましょう。こちらでございます。これめっちゃ美味しそう。なんかね、スパークリングワインやったよね、確か。スパークリングワイン果実酒ロゼブリュットスプマンテフローラル E、 すごい飲みやすそうなスパークリングワインやったので買ってきました。とりあえずケーキ漬けに飲もうか。この動画撮ってんのほぼ朝やねんけどな。飲んじゃえ飲んじゃえ。ちょっと私こういうの開け方わからへんねんけど、ちょっとポンってなるやつや。これどうしよう、怖いわ。これほんまにすんの。どうしたらいいのこれ。おお。飛んでいくかと思った、このコルク。ということで乾杯しましょう、皆様。薄ピンク色。おお、とた。乾杯、湯飲みですが。飲んだのほとんど泡やってんけど、次が本ちゃんです。いただきます。うまっ。飲みやすい、これは。ここにフローラルローズって書いてあるから、ほんのりローズっていう味なんやけど、爽やかなスパークリングワインっていう味。食レポが下手。うめえ。コストコお酒の種類もいっぱいあって、もうどれも魅力的やったんやけど、これはなんかね、パッケージも可愛いし、おしゃんな女子会とかに良さそうじゃない。お次こちら、じゃん。納豆オーガニック有機育ち極小粒納豆。極小粒納豆なのか極み小粒納豆なのか、どっちなのね、これ読み方ね。素材を生かす無添加のタレとからしがついてるらしいですね。やっぱこういうさ、オーガニックな感じの納豆ってさ、ちょっとお値段すると思うんですけれども、納豆いくらやったっけ。338円なので、これ1個38円ぐらいのよ、納豆が。しかもさ、パパッと食べれるこのサイズ感、この可愛いね、こういうカップに入ってるやつね、これは買いでしょっていう。ちょっと待って、後で食べます。これはこれはでも絶対味も美味しいと思うねんな。うん、粒一つ一つめっちゃしっかりしてんねんけど、美味しい、この小粒納豆。うん、っていうね、そんな納豆を買ってまいりました。ぜひぜひチェックしてみてください。お次こちら、じゃじゃーん。前にね、私コストコの購入品でも紹介した気がする、この鶏肉。ほんまにね、コストコの鶏肉たくさん入ってて、国産でお値段もね、お安めなので本当にご利用しでございます。私はね、胸肉が好きやから、今回胸肉をね、買ってきました。あと、もも肉とかささみもあったかな、あとなんか定番元やったかな、その辺の種類も豊富なので。しかもね、これ一つぐらいやったら一人暮らしのね、冷凍庫のサイズにも入るかなって思う。私ね、前の家に住んどった時、めっちゃちっちゃい冷蔵庫使っとったんやけど、ほんまにめっちゃちっちゃい冷凍庫やったよ。もうそれにね、ぶち込んで入ってました。これはほんまに美味しい胸肉なので、ぜひぜひチェックしていただきたいお品でございます。次これ、じゃ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 ん、黒豚餃子。これはね、うちの母がめちゃめちゃに美味しいって言ってた餃子やったので、どんなもんなのかと思い買ってまいりました。これとね、もう一種類普通の餃子があって、そちらの方がお値段は安かったんやけど、やっぱり黒豚の方が美味しいやろと思って、中に入ってる野菜とかも全部国産なんよね。国産とか気になる方、めちゃめちゃ良くないかい。ちょっと何もつけんと食べてみるね。めちゃめちゃジューシー、この中のね、具が、肉汁。うまっ。何つけんでも美味しい、これほんまに。これマジで貝、めっちゃ美味しい。うんうん。雑貨系もいろいろあったんやけどさ、ムートンのラグとか、キャスター付きのワゴンみたいなのとかも2500円で売ってたりとかで、めっちゃ可愛かったんやけど、我が家にね、そんなワゴン置いてどないすんねんと思ってやめました。なんかコストコさ、オンラインストアも始まったんやっけ。あ、待って、食品もちょっと買えるんや。ディファイン売ってんねんけど、コストコ。え、私ゴリゴリにディファイン使ってんねんけど、ディファイン売ってんで。なんか知らんけど、ハロウィンっていうカテゴリーにディファイン入ってんねんけど、どういうこと。なんかね、ちょこちょことアイテムがありますね。よかったらちょっとオンラインストアも覗いてみて。お次、じゃん、プチッとナウシリーズ。
チーズあったらマジでチャ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 って鍋作れるから、もう本当に冬は鍋でぬくぬく大作戦やから、これはね私いつもストックしてる。プチッと鍋とかもう鍋の液体とかもうね自分で出汁作るのとかめんどくさいやん。めんどくさいのがほとんどよ私は。そういう時にね本当にお世話になってます。あの寄せ鍋、豆乳ごま鍋、濃厚味噌鍋の3種類が入っております。それのね合計20個入りの大容量パックでございます。もう美味しいよ寄せ鍋も豆乳ごま鍋も濃厚味噌鍋も。やっぱね食べ物系もベースにねコストコさんね量がいっぱい入ってるから、まあ一人暮らしの方はね置く場所とか保管する場所ね、冷蔵庫とか冷凍庫とかその容量は見なあかんけど、いいものを見つけるとかなり賢いお買い物ができると思います。コストコ、そんなコストコマニアでもないのに私は誰やねん。次これ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 、じゃじゃーん、これオイコス。これさコンビニで買ったりするとね1個120円とかそれぐらいせん。でオイコスのヨーグルトめっちゃ美味しくない？なんか最近ねちょこちょこ食べてたんよ私。プレーンかな味は。タンパク質 12g、 脂肪ゼロ、 71kcal、 プレーン砂糖、不使用。なんかいろいろ魅力的なワード書いてるよね。最近になってねあのプロテインとかを飲むようになってタンパク質の重要性というものに気づきまして、普段のヨーグルトもこれを食べちゃおうかなということでね、12個入りですねこちらね。いただこう。私ねプレーンは食べたことないんよ。なんかベリー系かなは食べたことあったんやけど、食べよう。いただきます。甘みとかが一切ないです。これねちょっと甘みが欲しい方は蜂蜜とか入れりゃええ。滑らかな口当たり、うまっ。え、なんかヨーグルトってさちょっとチーズ感ない？なんかクリームチーズみたいな味すんねんけど、私だけこれ。うん、あ、次。じゃんじゃかじゃんかんじゃーん。ちょっと食べてんねん、これな。家族で食べちゃったわ、もうすでに。あの、見た目がね、ちょっと申し訳ないんですけれども、もうコストコのね、このミニトマトシリーズ、いっぱい入っててめっちゃ美味しいんやけど、今回初めてね、ちょっとこの色とりどりのね、ミニトマトを買ってきました。やっぱね、一個一個ちょっと味が違うくって美味しいんよね。ちょっとフルーツトマトみたいな感じなのかな。こんだけやっぱね、いっぱい入っとって、お値段もね、お安めなのでね。うまっ。大容量のもの買ってみんな野菜をいっぱい食べよう大作戦。ぜひ。お次こちら、じゃん、お味噌。私このね円熟のね味噌をいつも使っております。これ本当にね美味しいでございます。しかもねこの魅力的な無添加、それのね大容量のやつがちょっと期間限定かなかなんかで100円くらい、50円とかな、お値下げされとって、お安く買えました。これでね味噌汁バンバン作ろうと思います。ほんまねこの円熟ねなんか塩辛くなくってほんまに美味しいよ。すごいよこれ、もう重たい重たい、もう筋トレできるもんこれで。この筋トレ効果あるんかわからんけどな。で食べ物最後これがある。じゃーん、じゃ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 ーん、シーフードアヒージョ。このさコストコのこういうお惣菜系って言ったらいいんかな、これもこれも美味しそうじゃない。中にゴロ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 シーフードが入ってて、なんかマッシュルームもねすんごいゴロゴロ入ってるし、エビとかタコとかいちいちでかくって、このニンニクもまためちゃめちゃに美味しそう。こんだけねなんかボリューミーなやつがねゴロゴロ入ってるのに、この値段やったら安いかなと思って、お店とかで食べたらさ1000円ぐらいでちょっとしか入ってないやんか。やのに見てこのサービス精神旺盛なゴロッと感。これはね食べるのを楽しみにしていた。むっちゃ美味しそう。おー美味しいよね、シーフード大好き、ニンニク大好き。はい、食べ物系以上でございまして、あとはねちょっと雑貨系を買ってきました。生活雑貨、流せるトイレブラシ。これさずっと気になっとって買えてなかったアイテムで、まあ、探す気なかったんかな私ドラッグストアとかで。これあの元彼が使っとったこれめちゃめちゃ便利やったよね。確かにパパパパーってこするやんトイレを。ほんでねそのまま流せるっていう優れものでございまして、それがねちょっとあったので買ってきました。めっちゃいいよね、この棒もついてると思うよこれ。あ、ある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 、はい、すごい。これで組み立てみよう。あ、はまりました。こんな感じ、ここでこう操作する。なんかねこういうティッシュみたいな、なんかお掃除するやつが入ってるんやけど、これをここにはめてカチッとします。これでねもうトイレ掃除がこうやって楽々ゴシゴシゴシできちゃう優れものなわけですね。この青の部分がねなんか洗剤らしい。ほんで緑で汚れ防止、イオンのコードが1週間汚れを防ぐとか書いてる。え、すごいな。トイレ掃除もなんだか楽々快適のお品でございます。トイレ掃除さなんかほんま毎日のようにやるから、こうささっとできるものであってほしいやんか。で前まで普通にトイレブラシとか使っとってんけど、自分の気持ち的にね見栄え的にちょっとこう
このトイレブラシトイレに置いとくのな、あーうーんって思ってたんやけど、これならね解体して棚とかにぶち込んどけるしね、いいやん、やっと手に入れたわ。今までさずっと欲しいなこれと思って 2,3 年全然欲しがっとらんやんけわし。はい、それではこちらすごい散らかっとんねんなこの辺な。皆様気になっていたのではないでしょうか、こちら主張がすげえんだこいつの。これねちょっといいお買い物してきました。私は四季の中で一番クリスマスが好きでございます。クリスマスシーズンの街がこう色とりどりに輝いてる感じ、街中にクリスマスソングが流れるあの街の感じ、ホームアローン大好き。だからねそういう気分をお家でも味わいたいなと思って、じゃじゃーん、イエーイ、これお店でシャン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 なっとったんや。これちょっと見ていただきたい、こんなでかいもん買ってきて、私はまたもうこれはね家で常に鳴らしといたと思って、これね多分ねばあちゃんが孫とかに買ってあげるやつですね。私一人暮らしやのにこれ買ってきましたね。よいしょよいしょ、じゃーん、発泡スチロールから取り出してきました。すごいね割れへんように丁寧に包装してくれとったよ。テンション上がるやつこれ。あちょっと待って、これラメがすごい、みんなこれ開封するときラメがすごいから気をつけて。ブラに刺すところがあるのでここに刺してでコンセントにこれを入れる。コンセントどこ？背景の実家感がすごいねんけどさ。それじゃあ電源をオンにします。えいできる、音を消すこともできて、ちっちゃいのがこれぐらい、ほんで大きくしていくとこんな感じ。え、すごくない？クリスマスの曲もいっぱい入ってんねんけど、よーめちゃめちゃよーこれ、楽しい。そんなアイテムを買ってまいりました。そして最後はこちら、ババーン、かわいい。これねクマさんの人形のオーナメントなんやって。こんな感じでツリーに引っ掛けれるこういう紐がついております。これねなんとクマさん一つの値段かと思いきや6個セットでこちらのお値段なので、とてつもなくお買い得。そしてこのクマさんたちがほんまにかわいい。ツリーになんか人形って飾るんやと思って、かわいすぎやろでほんまに。今年はね早めからもうツリーを飾ってクリスマス感を楽しもうと思います。去年ねスリコで買った500円のツリーがありますので、それに飾ろうかなと思って。もうね季節グッズも豊富にコストコね取り揃えられてたから、どれもこれもねもうテンションぶち上げって感じで見てました。やっぱこういう海外のものが置いてあるのがすっごい可愛いね、ときめきが止まらなくなっちゃう。はい、というわけで今回コストコで買ってきたものは以上でございます。皆様の参考になればいいかな、なっているかな。はい、コストコはマジで見てて楽しい空間。大学時代とかもなんか一人暮らしの友達とかと一緒にコストコ行って、なんか大きいの買ってみんなで分け分けとかしてたから、うちにはなかなかその大きいサイズ置かれへんかなって子とかはね、ちょっと家族とシェアハピー、友達とシェアハピーとかね、もしく冷凍庫にぶち込む手もございますので、よかったらね皆様もコストコチェックしてみてください。本当に良い今日を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter とインスタのフォローもお待ちしております。それじゃあみんなバイバーイ。